お久しぶりでございます。ただちゃまめサブローです。この番組は世のため人のためことを起こしている人たちを知る、つながるをキーワードに発信していく超おせっかいな番組です。さて今回は庄内を代表する農家レストランの若手シェフ、野菜の庄の家庭料理ナーの小野寺のりまささんと、ほなみ街道緑のイスキヤ庄司健二さんにお越しいただき、いろいろとインタビューさせてもらうことになりました。それではお楽しみください。結構岡崎さん来るんですか？いや、自分も初めまして。俺初めましてね、近い。いや、ずっと来たかったんですよ、自分もここ。よかった。行ってみたい行ってみたいと思いながら嫁にも言ってたんで、今日どこ行くのって言われてすごい言いづらいです。なんかいいっすよね、こういうの。まあまあ、こういうので酒飲むってもったいなかったんですよ。そうだね。いやー、でも本当にこうやって飲むのないっすよね。そうですね、ないですね。へー、いい機会だね。でもまあ、なんか森正君とは使う、なんですかね、気使わず話せる人であります。僕はもちろんこう敬語はなんかやっぱ昔からの感じで使っちゃいますけど、まあ大体僕はあれですからね、32だと思われてないですからね。32じゃないね。いやだってキャリーオーバーな感じがする。キャリーオーバーやっぱりやってますよ。全然先輩ですよ、その先行ってますよ。そういった意味では、どうぞ。だんだん日本酒、日本酒いきましょうか。第2ステージというか、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。短いスタート、いただきます。日経でダダンって、あれ何年前ぐらいだった？2年前の6月8日なんですよ。ああ、そうでしたっけ。もうそうなんですか。ごめんなさいね、日経さんの取材 ありました？あれも、え、いや、なかった。あの報告だけありました。ああ、うちあったんですよ。へえ。で、あって、それは1位だからですよ。だってめちゃでかかったっすからね。でも取材とかで結構あるじゃないですか。まあ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 、で、ないですかって聞いたんですよ。したらなんか、まあまあいいとこですよみたいな感じだったんで、あ、じゃあまあまあまあいいとこなんかなぐらい。絶対あれですね、そのクルーは分かってる系ですね。そう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 、完全に分かってる系ですね。いや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 、どんだけツルツルめちゃくちゃ滑ってるじゃないですか。温かい二人から本当に。あ、じゃあ個人こちらで、そうだから順位とか言わずレズに取材受けて、乗って記事見て初めて知るんですよ。うん、もう鳥海山バックに、多分ここだったら知るって、うん、いい感じで撮れますんでなんて言って、まさかの、まあ、1位でしたし、そう、19だっけ、はい、そこからなんか変わる、なんか起こるわけ。お問い合わせがいっぱい来ましたよね。今までが1だとするとどんぐらいにいっちゃうわけ？まあ、電話の数は倍ぐらい、倍、さ、4倍ぐらい、4倍、5倍。うちの場合はそこまでじゃなかったですけど。何倍ぐらい？1位と2位以下が非常にもう差があると思います。はいはい、うちの場合はでもその業態を1回変えてから客層がちょっと変わっちゃった部分もあったので、レストラン前としちゃった部分もあったんで、前のあの花火街道時代のお客様がちょっと増えまして、はい、それ県外の方も増えたと思います。へー、それでなんか劇的に明らかに変わったことあるんですか？体制は結構変わりますね。体制というかその仕組み、今まで結構地元お客さんたちが中心だったんで、まあなーなーっていうわけじゃないですけど、なんか回っちゃう、まあ回っちゃうっていう中を仕組み立てないと漏れちゃう、全然ダメですね。だからそのうちのその受ける側として、あの求められることのハードルが変わりましたね、いい意味で。いや、いい意味でね、ものすごくいい意味で、はい、結構あったんですよ、こんなもんか。ありました、ありました。1位ってこんなもんかっていうのは多々あったんで、いや、
そこ要はその都会の方っていうのは、うん、750円のものとして見てくれないぐらいハードルが上がっちゃってるんだと思うんですよ。ナンバーワンの750円ってどんなもんだってなんぼなもんぜやって話、わざわざ来んだもんね、余裕払ってね、750円払いに、そうそうそう、そういうことか。だって1億いくらもいるこの日本の中での1位っすから、それはやっぱ普通の称号じゃないんで、お客さんの求めるハードルってもう多分法外に高くなっちゃってる部分はあると思うんですよ。逆に聞きたかったんですよ、もう全国の9位ですからね、ナンバーないんでしょ、そうの、どうでしたかっていう、その日経さんの言いましたよ。僕の場合は結局業態を途中一回リニューアルしたっていうのもあって、農家レストランとしての立ち位置をあんまり意識しなく営業してた部分もあったんですね。正直言えばそうなんです。で、その中で農家レストランっていうこうくくりで見てくれる有識者の方がいて9位にランクインしてるっていうところに関しては残せる部分は残せてたのかなっていうふうに逆に思って、そんなにこうなんかこう劇的に何かしらこうわーっていうのは感じなかったんですけど、多分少なくとも都会の人が、省内に飛行機なんかで来た人がいれば、多分ナオトうちをはしごしてる人は相当いると思う、普通に考えれば。1位と1位と9位っていうのは同じ地域にあればそれがいると思うんです。うちとナオの違いのコントラストはお客様面白かったと思います。昼例えばどっちかで、夜どっちかでとか、例えば泊まって、ね、昼とかで来た人はそれぞれさ、すごく大きい話をすると省内をちょっと楽しむっていうカテゴリーで言うと、うちに来てくれた人と奈良さんをはしごしてくれたっていう人は楽しめたと思います。小室さんとかいろんなところがあって、省内チーム、省内みたいなのがちゃんと作れるっていう環境はありがたいなと思いますよ。そうだよね、うん、で、俺はもう喋りたい、はい、喋りたくてしょうがない、はい、ユネスコ、ユネスコ、ユネスコね、はいはい、なんか僕がそのユネスコに対して思うのは、ユネスコってなっちゃうともう世界で大きすぎて、省内とか山形とかじゃなくて日本の人さえもユネスコで認定されてるなんて例そんなないわけですから、すごすぎてちょっとそれが何がすごいのか日本全体が理解してないぐらい多分すごいことをしたから、だからユネスコの人に変な話ですけどね、何が鶴岡がここが素晴らしく撮ったんですよっていうのを教えてもらうとうちらが気づけるのかなっていうふうに僕は思うんですよ。いいね。さて今回はここまでとなります。次回はユネスコについてお二人に深くお話をいただいた内容をお伝えします。次回もお楽しみに。7月14日お鶴岡中央高校で、ワクワクワークやります。あ、僕も出ます。え、マジっすか。ワクワクワークワクワクワーク、 ワクワク要は何かっていうと、職業体験で、今の高校生に、はい、省内でこんな活動をしてる会社、企業がありますよっていうのを、そうですね、50分で体験してもらいます。体験してもらいます。奈良さんも出るし、出るし、イスキヤも行きます。イスキヤさんも出ます。うちは釜がついてるバスでナポリピッツァを作ってもらいます。うちは勇気のお米と味噌汁を食わせる。もういろんなとこ来ますよ。もう羽屋さんも来ますし、いろいろ今回もういろんな、警察官の人とか盛りだくさんらしいですね。盛りだくさんですね。自衛隊さんも前回来ました。そうですそうです、はい、こんな職業が、はい、こんな仕事が省内でもできますよっていうのを7月14日中央高校でやります。ワクワクワークワクワクワーク、はい。要望があったら他の高校に行く。要望があれば行ってください。あなたの高校に行くってこと。行く努力をします。そう、はい、そこで見てる学生たち、そうです、俺らは行くぜ。行きますよ。皆さんじゃあ仕事中がちょっと取材ってください。取材に取材に来てくれればワクワクワークの知りましょう内をやれって、やりましょう。結構広がります、うん、ワクワク最低でも14種出るんで、いやいやいや、あれそこで広げますよ。広げましょう、つながりましょう内、つながりましょう内しますよ。